めちゃ足遅っ、うん、始まったよ、なんかアモンガースをしよう。では、最終位置を聞こうか。どんで一番無駄な議論。アモンガスが始まった。マットメイトです。誰も死んでないんですか。せっかくアモンガス始めたのに。シェフィフでーす。アモンガス死んでない。マットメイトいなかった、今。今いたね。誰だよ、マットメイトいたろ。誰だよ、出てこいよ。お前は。マットメイト誰。おい、マットメイト。おじいさん。あ、よいしょ。あれ、おじちゃん。できそう、大丈夫。おじちゃんさん、何運んでよ。そんなところ入ろう。ダメダメ、危ない、危ないよ、危ないよ、そこ何られるよ、危ないって、危ない危ない、危さん誰じゃ、後ろ後ろ後ろ行った方が危ない。そのまま進んだら、なんて、そのまま進んだらそこウイロー、危ない、何ウイローが、何だって、危ない危ない、もう横浜は3年前に首都になった。じいさん、それは昔の話じゃよ。え、与謝野晶子生誕祭いつ？あれはいい女じゃったの。与謝野晶子を4回抱いた。与謝野晶子わし4回抱いた。あ、4回抱いたの、主。津田梅子、まだまだ。津田梅子も4回交わった。あ、梅子も抱いたのか。樋口私は未だにな、童貞だからの、お前童貞な、俺ね、あれ紫式部も昔好きだってたことある、抱いた、紫式部抱いた、あの顎は抱いたんか、あっバカ野郎、紫、おじいちゃん陣営熟考した上でセリフで夏日を切りました。熟考したセンサーにセンサーを重ねた上で夏日をセリフで切りましたが、なるほど。あの1個だけ反論したいんですが、はい、あのセンサーの内容だけお伺いしてもいいですか。あなたは人外ですかって聞きまくりました。切ってた。そしたら切ってたね。切ってた。そしたらまあ夏目先生、和社さんは最初クルーですと答えてくれてですね、夏目は最初から人外ですって言ってたんですけど。はっちゃん。まあこの時点で僕が打った感じはないですよね、すでにね。どうでしょうか。ね。ということで話を続けさせていただきますが、待って、ちょっと待って、分かった。これさ、はい、なんすかなんすか。ポンズ今シェリフって言ったよね。はい。キルできる役職なんじゃないですか。じゃあ一旦、じゃあまあそうだとしても一旦ね、そうだとしても最後まで聞いてください。あの1個だけいいですか、1個だけいいですか、1個だけいいですか。あ、まあいいですよ、じゃあまず最後まで聞いてくださいね。はい、あのベイトって言いますか、ベイトって言いますか。はい、ベイトです。あら、この声はベイトや。なるほど、ベイトの声だな。じゃあ最後まで聞こうかね。はい、ポンチ。ですね、夏目先生、マジャさんは尋問していったら、いや人外ですっていう風に言ったんですけど、夏目は逆にシェリフですったんで、僕シェリフだったんで切りました。はい、で、はっちゃんが死んでるのが一番謎で、ちょっとわかんないです、それに関して。逆にこのタイミングあれだったんじゃない？逆にはっちゃんがイビルゲッサーとか。そう、はっちゃんイビルゲッサーと思う。あの、すみません、神考察いいですか。あ、どうぞ。はっちゃんさんは、ポンズ野郎をシェリフだと思って打ったら、多分シェリフじゃなかったって僕思うんです。そういうことだよね。はい、そうですね。はい、そうだと思うんです。なのであ、そう、私もそう。はい、もうポンズ野郎さんは、あ、空襲だ、あ、空襲だ、そういうことなん、どういうことなん、どういうことだ。瀬戸くんは釣らないとまずいのかな。僕ナイスゲッサーでポンズさんをお茶からねしました。なるほど、すごい。でも何で切れるの？何で？クシとクシとナルトじゃない？はい。何で？もう一回説明する。夏目は本当にベイト？わかんない。ベイト。わからない。わからない。夏目会で話してくれ。夏ぴょん。これ。もう一回話するね、じゃあもう。
もう帰やもういっぱいやもう。エロやもう。ああ。あれ地獄。あぶねあぶねあぶねって。あぶね。なるほどなるほど。G G の強してた。もう帰説明する。はいどうぞどうぞはい。まあまあまあ。まあもうポンズやもうはっちゃんが打った。うん、オッケー、うん、なんでかって言うとポンズ野郎のセリフだと思った、うん、そしたら、うんはいね、セリフじゃなかったセリフじゃなかった、ね、じゃあもう、うん、次回なくてそうだねおじいちゃんで、うん、同じ仲間だったらハッチャンはポンズではないからおおそうだな一歩スタジエじゃないってのがわかるね。ああ、そうだな。おじいちゃん賢いな。おじいちゃん賢い。全然衰えてないやん。おじいちゃん賢いな、すごいな。頭いい。ちょっとおじいちゃんに聞きたいですけど、なんでさっきベイト確認したんですか。いや、もうベイトだったら人外確定だから。いなかったら人外、ベイトいなかったらポンズ確定だから。うん、ああ、そうか、ポンズが切ってってことか。そう。そうだよ。で、すごいぞこれは。めちゃめちゃこのじいちゃん賢いアマンガス。賢いね。賢い賢い。ボンズをジャカルで言ったらと思ったら空襲来て怖い。あ、空襲来た。怖かった。怖かったな。戦争。戦争。思い出した。思い出した。集中的な空襲なんですね。空襲思い出した。怖かった。局地的な。怖かったな。ピンポイントアタック。ピンポイントでね。で、ちまたでは言われてる。アタック。昔からピンポイントアタック。もう一回言ってくれんかの、もう一回言うと、もう一回言うと、もう一回言うと、あの、よさのあきこと昔付き合ってたことあるよ。だから書けねえやん。よさのあきこ。ああ、そうなんだ。付き合ってたことある。すごい。あんた何歳や紫式部も昔、交わった。超えた。交わる。いやらしい。ケンチ物語はあれわしのこと書いとるあれ。おじいちゃん陣営は白いよね。こいつこいつもバカやでこいつ。現場からは、はい、おじいちゃんもいいかね大丈夫だよ。現場からは以上です。おじいちゃんちょっとね一緒にちょっとまあやっぱ年齢かかるとやっぱちょっと。